freak show begin. ヒップホップ DNA パネル。このコーナーは毎回素敵なゲストの方を迎えしてヒップホップにまつわるあんな話やこんな話を伺っていくコーナーです。今回もですね、前週に引き続きレックス先生を迎えしております。よろしくお願いします。お願いします。先生です。前回なんていうんですか、こうどうしてラップ始めたんですかみたいなことから聞いたので、この回では新作のアルバムライフに関してちょっと伺いたいなと思っているんですけど、まずなんでライフっていうタイトルにしようと思ったんですか？前回の 3A エクスクラメーションマークを作ってツアーを初めてやらせてもらって、そこからなんかこう山あり谷あり、こう人生について考えさせられることが多くて、最高潮に悲しかった時とか、今までこう感じたことのなかった感覚と感情とかをすごい感じさせてもらって、なんか次作るのはそれをこう表現したアルバムにしたいなってなって、でそうですね、タイトルは全部作る前から決めてたんです、ライフにしよう。そうなんですか。そう、じゃあそういう、こう自分のプライベートでも感じるようなすごいエモーショナルな出来事とかが結構今回はそのままダイレクトに。そうですね、はい、だからただ悲しいだけでは終わらせたくなくて、うんうん、その悲しい状況でもこう楽しい空間を作り出そうとする気持ちとか、それからもう楽しい気持ちとかも全部込めたかったから、そういうアルバムになったです。ちょうど3エクスラメーションマークス、びっくりマーク3つつながってるアルバムリリースした数ヶ月後からツアーを始めてたじゃないですか、うん、でまあ、ただコロナの影響で何ですか、後ろ半分が全て、ね、キャンセルになっちゃったっす ね、 ね、うん、と思うんですけど、その、まあ、言っても4カ所5カ所ぐらいは回ってました。うん、回らせてもらいました。どうでしたか、初ツアーは。いやー、なんかね、すごい楽しかったっす。うんうん、やっぱ初めてだったからすごい楽しかったし、一つの街って必ずストーリーがあるじゃないですか、うん、でどの街にもなんかこういう立ち位置の人とか、うん、こういう立ち位置の人とか、うん、なんかその人をサポートするこういう人とかっていうのが必ずいて、はい、なんかそれをどの街でも感じれて、あ、やっぱなんかこうそういうのがあるんだなみたいな、その地元と同じ空気をどこでも感じることができて、うん、やっぱなんかストーリーがあるなと思いました。多分リスナーの方も初めて生身のレックスを見たとか、初めてレックスのライブ見たっていう方もめちゃめちゃ多かったと思うんですけど、反応はどうでしたか？みんなでけえって言ってました。か確かにそうだね、う身長で でけえんだよね。そう、何センチですか？180ですね、はい、今。そうかそうか、しかもさ、ステージに立つとまたこう圧がすごいんだよね。迫力がちょっと出ると思うから、はい、そう、うんうん、でゲストもかなりいろんなタイプのラッパーの方が参加してて、 そこにおーっと思ったんですけど、でこれまではなんか同世代のラッパーの方を呼ぶことが多かったのかなと思うんですけど、今回は結構先輩ラッパーの方なんかも参加してて、うん、そういう、こうゲストはどうやって決めてったんですか？は、勝手に今自分でこうこの人とやってみたいな、この曲絶対この人とやりたいみたいな、うん、なのを最初からこうメモに書いてて、でその人にこう手当たりして連絡させてもらってって感じだったんですけど、結構自分シャイなタイプなんで、そういう連絡がなんかちょっとできなかったりとかあったんですけど、はい、そう、まあ、なんかたくさんの人に協力してもらって、へ、はい、皆さん呼ぶことができました。すごい。え、実際に会ってレコーディングした方もいます？はい、います、うん、藤大斗くんとかは、そう、僕のスタジオに呼んで、うん、みんなで遊びながら作ったりしたんですけど、だいたい結構リモートが多かったです、うんうんうん、そうなんだ。個人的に小佐くんと、あと A スクールくんと一緒にやってる曲は、うん、3人のバースがやっぱそれぞれすっごい個性的 で、うんうん、で歌ってる内容もね、結構こうヘイターに向けてみたいなところもあって、うん、ちょっと攻撃的なモードでいいぞいいぞとかって思いながら聞いてたんですけど、うん、基本的にはレックスくんの方でもある程度曲を作ってこういうテーマなんですって言って、そうですね、はい、それでちょっと、うん、でもなんか不安とかもなくて、うん、こう小佐くんと A スクールくんは本当にその期待を上回るというか、その自分が期待ってつけていいか分かんないけど、そのなんだろう、絶対に裏切らないバースを返してくれたからすごく良かったっすね。うん、やべーってなってこれ。そうなんだ。で、宮地くんとかも参加してたし、うん、なんかそういうちょっと年上の 先輩ラッパーみたいな
方とこう一緒に制作して学ぶこととか、なんか勉強になることとかってありますか？ありますね。やっぱりその向き合い方がみんなすごいなって思うし、それってこう長くね音楽をやってる人とかからやっぱ影響を受けることもあるし、なんかそういうところでなんかたくさん学ばしてもらってる気がする、ます、ね、うんうん、あとあの収録曲の中でワールドピースっていう曲、うん、オズワルド君と JP ザベイビー君だけど、もうテーマがやっぱりこれまでのネックス君の曲とはちょっと違うのかなというふうにも思った。一方ででもこのワールドピースの中でも差別も価値もいらないっていうリンクがあって、うん、でも前作のアルバムのスターの中にも差別について言及してるラインがあって、うん、でなかなかそういうことについて歌うヒップホップのアーティストってまだ日本にはちょっと少ないのかなとは思ってて、うん、でまあ良ければその歌詞が生まれた背景があれば教えてほしいなと思ってます、ね、そうですね。もうその意味はもうそのまま差別のこととかについてなんですけど、やっぱそういうところにもちょっとこう理解が必要で、自分もちょっと勉強させてもらったりとかしてて、うんうん、その厚木の友達とかもいるし、そういうなんかそういう何彼らのストーリーとかを見ててそう思うこととかもあったりとか、こう直接相談をしてた時とかもあったし、うん、そういうところです。そっかそっか。でワールドピースに関してはそのオズワルド君と JP ザベイビー君もそういう同じ思いをこうシェアして書いてくれたっていう感じ、うんうん、そうですね、はい、そうなんだ。ちょっとこれもなんかミュージックビデオ撮ったって話も聞くのでめちゃめちゃ楽しみ。そうですね、すげえ楽しかったです、うん、今回その、まあ、ライフというアルバムがリリースされて、でこれが3枚目のアルバムということになると思うんですけど、はい、この1年半とか2年ぐらいですごくこう生活が変わったんじゃないかなというふうにも勝手に思ってて、でなんかこう自分がプロのラッパーとしての自覚みたいなものって今ありますか？そうですね、なんかそういう実覚はあんまり持たないようにしてるっていうか、あんまり変えたくないっていうのがあって、その自分の気持ちを、そうでずっと最初の気持ちのことを持ってたいしっていうところはあるんですけど、歌詞の書き方とかはちょっと変わったかなって感じです。すごくなんかこう日本語の歌詞で伝えようっていう気持ちが最近はすごく多くて、うん、最もこう削ぎ落として分かりやすく伝えれたらなって、ね、最近思ってます、ね、それはもっとたくさんの人に自分のこう世界観を伝えたいからとかそういう理由ですか？なんかこうやっぱその感情を言葉にした時にやっぱり日本語が一番武器だなって思って、うん、自分の、うん、そうですね、そこからす。そっか、今回のアルバムも最後の曲、ね、日本語のタイトルにしてるからなんかそういうのもなんかこう心境の変化っていうか、なんか自分の作品に対する思いの変化みたいなものが現れてるのかなって、うん、そうですね、やっぱりそういう、なんだろう、そのカッコつけることも大事だけど、こう時にはこう素直になることも大事だと思うし、歌詞の部分ではそういう面が出てるかなと思います、変化が、うんうん、で、なんて言ってもまだ、なんつっても今ださ18歳で、うん、10代ってめちゃめちゃ若いレックス君だけど、理想のラッパー像とか理想のアーティスト像があるとしたらどんなラッパーですか？優しい人間にはなりたいです、すごく、うん、そう、うん、なんか理想の誰かって言ったらその人になっちゃうから、うん、それはちょっと違うと思うんですけど、そうなんか優しい人になりたいなっていうか、それが理想です。そうなんだ。なんかさ、めっちゃめっちゃさ確かにって思う、うん、一方なんか難しい時もあるじゃないですか、うん、優しくなれない時とか、うん、そういう時ってどうしてますか？そういう時は結構こうやっぱりこうなんだろう、気持ちの面をこう切り替えようとしたりとか、そういうところでまだまだこう自分にはちょっと足りないのかなって思った日もあったりとかするけど、うん、やっぱ優しくなろうとすることって大事だと思ってて、うんうんうん、その度に、はい、それを結構心がけてます。間違いないし、いや、うん、も私もそうであらねばなって今めちゃめちゃズーンって思っちゃいました。そういう、 こう自分の気持ちをつける落ち着けるためとか、自分をこうちょっと冷静に見つめるために音楽を作るってやっぱりすごい大事なこと、はいですね、うん、あとやっぱりその旅行をしたりとかしてこうちょっと知識というか何かこう広げたりとかもするし、うんうん、そういう面で沖縄がめちゃくちゃ好きで、うん、
っぱりその沖縄によく行くかなって感じですね。さっきもさ、ライフを作るあの直前にこういろんな感情がっていうふうにもおっしゃってたけど、うん、めちゃめちゃこう落ちた時でどういうふうにまた這い上がってるんですか、いつも。でもなんか今も完全にそこから這い上がれたかって言われたらそんなことはないんですけど、でもそれでいいなっていう感情が生まれてきて、なんかそれが人生なんだってなったから、うん、辛いことがないとダメだしって思えたから、すごくそこに対してはちゃんとうまく向き合えてるのかなって思います。すごい。でももう成熟してるっていうイメージがめっちゃあるからこの今回そのライフってアルバムでその人生をいろいろこう描ききってるなって思ったので、うん、マジで次どんなものがじゃあ出てくるのかめっちゃ楽しみにしてます。なんか ヒントっていうか構想とかありますか。その時の気持ちを毎回レコーディングで表現してるから、なんかこうまだ構想っていうのはなくて、あんまりそうこれからちょっと自分も楽しみです、うん、はい、ちょっとじゃあ我々も楽しみに待ってる人本当に何人もいると思うので今後ともよろしくお願いしますって感じで。お願いします、志保さん。ありがとうございました。レックスさんでした。Tell me about the lack of jobs. Had the funds, open up a shop. Spend his money on a flashy car. He don't own not a single thing. White man this, white man that. Gucci down from head to toe. White man kicks, white man hat. Must invest, start living out dreams. LLC, what you spending on jeans? Walls of Egypt know every little thing. To turn around and sell pyramid scheme. System broke, all this I know. I'll never say that isn't fact. But every